岡田さんペアになってなくね。もう一回押すか。はい。いやこれ俺悪くないからね。え、そう、高田さんがちゃんと動かないようにしてたので。いや、あれケンキどこ行ったの？あ、俺は下行きました。すみません。これ多分。あ、なるほどね。俺見失っちゃったから、俺めっちゃ疑われんじゃんと思ってた。あ、ごめんごめん、見失った。申し訳ない。あ、じゃあ、普通にボート自動。申し訳ない。じゃあ、ちょっとすみません。滑り込みで行ってしまったので。じゃあ、行くぜ。レッツゴー。楽しみ。タキタキ。ルーメイ。あ、すぐ行っちゃえ。黒青、黒青。あ、青、黒青。か。黒青、黒青、ピンク、オレンジ、緑。黒青、ピンク、オレンジ、緑。てんちゃん、今日も可愛いね。黒青、ピンク、オレンジ、緑。あれ、はいはい、あれ、二人破壊されてる。あの、直しに行ったら、待って、はいはいはい、はい、あ、ありました。いいですか。はい、直しに行ったら、富士宮さんがカフェで亡くなってました。はい、真ん中あたりですね。カフェ、はい、富士宮さん多分俺より前にいて、俺が多分最後尾なので後ろ側に多分、まあ、僕が一番臭いんですけど、僕以外に後ろしてなかったんで、あの藤宮さん前にいた人が何ですか。ですかね、パクパクって多分行かれたんだと。じゃあテルシャンはどのタイミングの発見になってるんですか。俺の後ろに今研究がいたのかな。僕はですね、ウェポンで最後にタスクし終わってからカフェに入ったぐらいでなったんで、ちょっと誰がどこにいたかまではちょっと運ぶ、ね、ほぼ俺と研究は同時に、あ、直しに行かなきゃってカフェ入ってって、俺の方が前にいて発見ですね、今のは。アベレージさんを見た人がいます。はい、初手で黒、青、ピンク、オレンジ、緑。黒、青、ピンク、オレンジ、緑、赤が右に行きました。はい、うんうん、はい、はい、そんな感じですね。だから先端ではないな、リアクター鳴ったタイミング俺リアクターに向かってて、俺の前先端走ってたから来ましたね。うん、直前のキルならゼクシアさんでもないかな、ちょっと分かんないですけど、一緒に向かってましたね。なんか向かってたからで、リアクターは多分俺が一番最初に着いたっぽいかな。だからリアクター誰もいなかったのか。いなかったですよ。竹尾さんかな、いたの。はい、竹尾さんがロアエンジンから上がってきたぐらいで、ブーって鳴らされたんで、で、多分なんですけど、俺、ウェポンからカフェテリア通ってアッパーエンジン行ってリアクター行ったんですけど、カフェの真ん中通ってったけど、下になかったんですよ。なかったですね。なかった。だから、もしかして、早めて報告した、セーフリポート。なきにしもあらずみたいな。まあまあ、なきにしもあらずだけど、俺だったらそのまんま。スキップで、スキップでいきましょう。無投票なしで。これって治ったっけ、リアクターって。治ってないです。あ、治ってないのか。僕あと黒ピンクが、高田さん、クロムさんが筆頭になっちゃうかな。会議ボタンお願いします。お二人は。あとスピーカーミュートで基本的にお願いします。大丈夫かな。リアクターの方行っとこうか。はい、はい、じゃあ怪しまれてたので押しました。黒川クロムは、ウェポンズにも O2 にもタスクがなかったので、ナビゲーションにタスクがあったのでナビゲーションに向かっていて、その時にアベレージさんは見ていないです。はい、高田さんも。あ、俺の行動ってほぼ先端と一緒だから、はい、何も言うことがないっていうか、O2 やって、O2 のゴミ捨てやって、そのタイミングぐらいでもう多分リアクターなってたと思うけど、O2 出て、で多分アッパーエンジンとメッドベイの間ぐらいでブーってなって終わり。僕の
後ろを追う形ということですか。そうそうそう。僕は高田さん見えてなかったな。一緒にいたのは O2 は確かに一緒にいたんですけど俺は多分先端の後ろ側をとあの行ってるよ。アベレージさんってアベレージさんって右行った後は、うん、O2 には行ってないんですか。アベレージさんって O2 いなかったっけ。いた記憶があるけど、初動先端と誰だっけ。あ、多分僕もアベレージさんはね、オレンジですよね、はい、オレンジは多分通って、ピンクとオレンジは通ってたのは見てるんで、O2にいた記憶があるけど、ちょうど人気さんだっけ。いや、アベレージさん、俺はウェポンの上でダウンロードしてて、まあ隙間で通って通過してる人に見てて、で、一応通ってる時に見てたのは高田さんと、あともう一人、確率も赤、オレンジ系は絶対通ってて、俺が黄色なんで、うん、まあ確率2人は通ってる。先端さんじゃなかった、僕だと思います。先端さんか、あ、じゃあ人違いかもしれないです。申し訳ない。ちなみに竹尾源は初手エレクトリカルに行ってます。うん、はい。なので源も一言も喋ってませんでした。言う必要がないと思ったので。うん、なるほど。嘘つきがいるな。うん、もう一回話すって。阿部さん右足ケンキさんと見間違いかな。あ、いやでも阿部さん見た気がするね。ケンキ色か。俺はウェポンから出てない。ウェポンとカフェ以外行ってないかな。一回押しましょうか。この高田さんが。なんかアベリさんって気すんだけど。ボタン押しです。同じ場所のキルな気がすんだよな。高田さんしようか。スーパーチャットありがとうございます。後でお礼させていただきますね。押しました。あれそっちが押したんだ。はい、ヒロさんが押すのまあまあいい。いや俺も押すんだけど。うーん、まあとりあえずはこれだから、ゲント・タケオだけは絶対違うってことでしょ。そうですね。あと、俺自体センターも絶対違うし。そう。見えてたから。お互い、先端ゼクシアさんの2人が犯人だったら、高田さんが見てるはずだから、そこも、そうそうそう。ありえないから、4人、上の4人は、もう、隠しろですね、ほぼ。なるほど。うん。一応なんかテル藤宮さんの殺人に関してはテルさんがその俺が遅れてきて入ってテルさんの前方に死体があったっていう風に証言されてるんで、まあ僕も藤宮さんの殺人に関しては変わってないっていう風に証明してもらえるのかな。ああそうだね、うん、ウェポンに元気がいて俺の後ろで、うん、ついてきてたのを見たから、だからカフェで倒してもう一回ウェポンに戻るっていう謎ムーブしない限りは元気ではないですね。まあじゃあ、まあ、なんで、そこも白く見てもらった方が。白染めできてんだったら、客観じゃ高田とクロムの二択かな、多分。まあ、あと、テルさんが食って報告だね。あの、俺のことを発見したから、要は、後ろから俺が来てんの分かったから、発見される前に自分で報告しちゃったっていうパターンもあり。俺の後ろって誰も知ってない。いや、テルさんのですね。だカフェで、藤山さんが発見されたんだけど、うん、ここに関しては、まあ、テルさんが殺して、俺が後方から来てたんで報告っていうのは説明してある。あ、でも俺、それ、一応、あれがあって、俺一緒にウェポンやってたんだよ、ケンキと。だからだったらケンキを食べるんじゃないかなっていう、最後尾って分かってるんだからかなっていう、うん、だからカフェでまで行って食べるのはおかしいかなっていう。俺の後ろって誰も走ってなかった。テルさんとケンキさんって絶対にお互いはないないと思う。テルさんは正直俺だから、あの 見えてなかったんですよね、正直。なんかウェポンズのあのピンピンやってたんで、ちょっとしっかり見てなかったんですよね、正直。テルさんのことは把握できてないが、さっきテルさんに総評するんだったって感じ。ペア作ります。ケンキ高田ペア、テルクロムペアで、テルクロムで、これ、まあ、二郎、ちょっと組み合わせ的に分かんない。二郎もあり得るかもしれないから警戒で、うん、もう一回押しますいいっすか。いやもういいんじゃないか。いや死んでるだ。その場に居合わせてダブルキルっぽいから、エクシアさん、
パーサンペアになってたくね。もう一回押すか。はい。いや、これ俺悪くないからね。いや、そう、高田さんがちゃんと動かないようにしてたので。いや、あれ、ケンキどこ行ったの？あ、俺は下行きました、すみません、ちょっと俺多分あ、なるほどね、俺見失っちゃったから、俺めっちゃ疑われんじゃんと思ってた。あ、ごめんごめん、見失った。あ、じゃあ普通にボート指導、申し訳ない。じゃあちょっとすみません、滑り込みで行ってしまったので、ケンキさんと高田さんが一緒に一心でお互いに、どんなことでもガッターセン。めっちゃボーっとしてた。いや、リアクターで待ってたら来るかなと思ったら来なかったから、うん、俺めっちゃ疑われそう思って。あ、ゲンです、どうせやったらもうちょっと詰めてもいいですか？はい。か、あと、この組み合わせで本当にいいかをちょっと。あ、まあ、それも込みでじゃあ話してると思うんですけど、はい、リアクターが鳴ったじゃないですか、初日。ってことは、多分あのインポスター側の思考として左にクルーメイトを流したかったんだなと思うんですよね。なので、リアクターの手前、リアクターの直前ぐらいの時系列でキルが発生してるんじゃないかと睨んでるので、その辺洗ったらいかがでしょうっていう提案です。いや、ゲンさん、進行、どうぞ。え、なんで、その容疑者の方々がそれをテーマに話していただければっていうぐらい。足振ってもらってもいいですよ。ほぼそれは、だったら、俺視点は。ケンキ、テルシャン、クロムの3択かなって感じ。なくなった。うんうん、なるほど、うんうん。俺より後方の人間でしかないから、俺より後方ってこの3人でしかないから。うん。うん、高田さん、目線はそんな感じですね。クロムさんはあの方。ケンキ、テルさんに色の気するんだよな、高田さんよりは。まあ、そう、まあ、いや。そうだな。まあ、俺とケンキはペアだったら全て話が片付いちゃうから。なんだけど違うから、前方にいた人なんだけど、でもそっちしろ付き合ってるから。クロムが一番後ろにいると思います、多分ペルケンキさん目線だったから。やっぱ俺テルさん違うんだよな。テルさん早めて出そうですね。そうあと、そうな、ジローっぽいね、ここのケンキさんとテルシャンさんの。やべ、なるほどな、よかったと思います。はい、そんな気する。じゃあスピーカーミュートで。2人のニロっぽいね。前にいるっていうのはちょっとあまりにも通んないからな。高田さん、クロムさんのピアだったら一応ありえるけど。あ、いやいやいや、ここその場に居合わせてダブルキルっぽいんだよね、リの仕方が。ペアになってねえし。あれか、もうこれ釣ろ、元気さんを。あれか、やべ、元気さん。高田さん、ほんとごめん。あ、ゲンです。ストレージ上で竹雄さんが死んでます。配線のところですかね。ストレージ上、はい、直前通ったな。ストレージ上、ストレージ上ね、テルシャンさんとクロムさん直前、もうちょっと直前、5秒前ぐらいにいますんで。あ、え、ちょっとクロムさんが死んでる。いや、もうさすがにこれは釣りでいいんじゃないですかね。高田さんとケンキさんも、ケンキさんめっちゃ逃げてましたよね、高田さんから。あのね、ほんとごめんなさい。いや、そうだよ。ね、なんか記憶失わせた、今。なんか、はい、いやー、あ、そうだね。ミロいるんで、どっちかちゃんと票を合わせた方がいいです、ね。クロムさんのペアの方の、いや、そうだ、テルシャンさんです。ありました。テルシャンさんに逃げます。まあまあ、ちょっとはぐれちゃったんで。いや、結構一瞬いたけどな。ちゃんと次は記憶してるから。直前はぐれちゃったんで、もう仕方ないな。
ミキさんカフェテリア前でお会いしたんですけど、ピンで恐ろしくなって一回逃げました。とりあえず会議ボタンを押して高田さんをとりあえず呼び寄せようと思って、じゃあリアクターになって、あ、終わったわと思って、あ、なるほど、そう探してたんですよね。源さんがドアの前で一緒に待ってて、これ絶対今は怖がってるよなって、絶対今震えてるよなって。ストレージ方面に走ったらもう半分逃げたからです。そしたら失敗があったのでびっくりしました。ケンキさんボタンの前で踊ってる僕にめちゃくちゃ近づいてきませんでした。はい、一瞬右側に走ってる人が見えて、で、あ、高田さんかなと思って見たらセンターさんで、あ、ちげえわと思って戻ってった。いや、殺しに来てたと思うけどな、さすがにあれは。いや、てかむしろよく見ましたね、黄色。なんか僕の不審だと見えなかったです、誰か。ここにキルが両方テルシャンさんなのかなって思うんですけど、多分違うか。いや、直前いましたよ。ペアでしたよ。直前まで。リアクターなる直前まで。あ、リアクターなる直前まで一緒にいたの。一緒にいましたね。で、死体が今上がった。高田さんがドミニーって、ケンキさんがストレージをなんかうろちょろしてましたね。ボタン。このキルは違うのか。会議ボタン全員押しましょう。タスクやらずに。はい。アクター対策しよう。さすがにな。早い。これ何押しなの？あ、死んでる。え、もう死んでないか。ロラでいいんじゃないですか。あ、そういうことね。はい。誰ローラーするんですか？多分ケンキタカだってことでしょ、キャップ。多分。そうっすね。一応。こっちからですか。まあ、で正直僕だいぶ臭いんで、もうどうしようもないんで、あれです。本当申し訳ないって感じです。え、ケンキさん目線は誰が？僕っすか。いや、でも僕なんかそもそもクロムさんが怪しいなと思ってたんですよ、まず前提。で、クロムさんかなと思ってて、で、まあ、クロムさん死んだんで、まあ、テルさんかってなって、で、上の人4人隠しろっすよね。っていう話だったんで前提だから、はい、もうじゃあ高田さんしか残ってないじゃんっていう、その4人が隠し色なのが正しいのであれば、もう高田さんしか残ってないなっていう感じではあります。まあ、ただ俺だいぶ臭い服しちゃったんで、ちょっとどうしようもないわっていう。あってはいるが、4人になって高田さん元気さん勝つるんだったら、高田さんつって大通負けとかが一番怖いな。ボタンは誰が押しますか？ゲームまで押せるので、私、元気さんの方が疑わしいので、元気さんにもう入れちゃいました。ちなみに僕もボタンはまだ押せます。一応。結構押せる人も、ね。クシアさんも押せますよね。俺も押せますね。オーケーです。僕押せます。僕もちょっと、トロールしたんで、今回は。受け入れます。あれ？シオ受け入れてる？あ、いや、もうしゃがねえなと。これは疑われるなって。ただまあ、シロだから、本当、人狼の人じゃなくて、人側の人？ごめんみたいな。おぉ。そうそうそうって感じではあります。これも本心で。いや、ちょっと怖いな。怖い。いや、もう怖い。けど別に、これ俺死んでも言うても4人なんで。でしかも高田さんが今黒出されてるから、まあ別に負けることないからいいかなと思ってはいるっていう。いや、4人だと、ね、ないこともないんですが。負けるんですよ、4人だと。あ、負けるんですか、これ。本当に白なら、めっちゃ頑張ってほしいです。あー、であれば、ガチで白なんですけど、どうしたらいいですか。あれどうしちゃったのっていう話ですね。え、もう。スキップ、とりあえず俺スキップますね。スキップ入れますね、じゃあ。スキップ入れるんですか？あれ？あ、負けてば。負けてしょ、これはしょうがない。申し訳ない、ほんと。あ、ゲーム、終わらなかったらゲーム絶対押します、次。はい、ゲーさんが押す係で。はい。終わんない。あ、さんか。いや、これ負けたなぁ。押せたね。はい。危な。危ねぇ。打ち合わせしててよかったぁ。殺されるかと思ってる。ちょっとギリギリまでボタン画面開かず待ってたんですけど。怖っ。じゃあ高田さんか？これ視点どうなってんだこれ。初日のニキルがどうなってるんだ。多分俺が釣られてしまうんだろうけど。初日のニキル？
アベレージ富士宮。そうですね、富士宮が真ん中で死体が上がってたから、富士宮さんがカフェテリアで死んでおり、アベレージさんも右方、初手右だったことから右側に犯人がいるという話になりました。よってそこにいなかった位置の方々が隠しろっていう話。でもテルシャンがレポートかましてるんだったら富士宮が本当に真ん中なのかっていう問題が。うん、あーそうか、確かに。え、高田さん、それはそう、目線クロムさんでも殺されてますよ、ペアの。いやだから、はぐれちゃった。ちゃ、テルシャン自身がセルフレポートしてるけど、藤宮さんが本当に真ん中に死んでたかっていう確証がない。藤宮さんが死体的にそうしてるんじゃないかと。そう。確かに。アベレージでもどこで見たんだけど、アベレージは俺右側で記憶があるんだよ。そうなると原産絶対違うから。エレクトリカルにいたっていう証明誰かとしてたよね。竹尾さんです。竹尾さんは白でした。マジか。ゼクシアさんってどこいたんでしたっけ、初日。俺、ウェポンカフェテリア、アッパーエンジン、リアクターで、で、そこ真ん中通ったときに、死体がなくて、で、それをセンターさんが分かってくれたのかな。で、そこでテルさんが発見したっていう形ですね。あ、じゃあやっぱ。いや、これ、高田さんなのか。俺、対抗、でもセンターも絶対違うから、でも原産も違うから、俺、ゼクシアさんであげるわ。マジか。高田さんでいきます。状況法だけどね。ちょっと思考の更新がこれ遅かったですね。高田さん白だったら本当申し訳ない。いやでも、ね、客観で終わると思ってました。客観でこうなっちゃう。ああ、飛んでくれてくれ。怖っ、この人。お疲れ様でした。怖っ。これはマジでか。ガチ倒してびっくりした。研究さんやった？いやなんかね、あの会場終わるときに坂田さんと一緒に行動するっていう記憶が飛んで、なぜか3回連続くらい飛んでる。で、高田さんいねえ、あ、そうだ、高田さんと行動しなきゃと思って毎回探す。あ、部屋あれか、高田さん行動もめちゃくちゃ怪しかったからな、なんかうろちょろうろちょろして殺しに来る感じで近寄ってきたから。それ一生人探ししてたからさ、多分行動怪しいだろうなと思って。白だったのか。会うやつ会うやつ全員探しに、あの近づいて色確認してたから。うん、いや怖かった、最後マジで。間に合わんかったら終わってたな。なんとなくで藤宮さん殺しちゃったのが結局足ついちゃったな。あそこで殺してくれ、お前かな。いやそうね、カフェでズバッていたし殺そうと思って、なんとなくで殺しちゃったから。いやそのなんとなくがマジで俺がうわーってなって、なんとなくでやるこれ発見しなきゃみたいな。あーじゃあテルさんあれ殺したんじゃなっ、あれ本当に殺した、俺が殺した。なるほどな。お、O2 でアベレージさんをやってた俺は。やられました。なるほど。いやだからやんない方がよかったら。うん、そうなんですね。ケンキさんも左には結構長い期間おられるんですよね。だからそこを拾えばよかったのかな。いやー、まあ、どうしようもなかったっすね、俺に関してはね。本当に申し訳ないなって思いました。なんかもう消去法で多分これはどうしようもねえな、あのマジでただ申し訳ないって思いながらずっとやってた。ごめんみんなって思いながら。あ、ゼクシアさんだったら最後リアクター押さないしな。そうですね、最後押さないですね。毎回全部最初に言ってたんで。あ、確かに。そう、押さなくていいよ。よかった、めっちゃなんか高田さん、なんかあれなんかすごい白っぽいなと思ってた。高くなって。まさか最後の最後まで。4人で終わらなかった時の絶望感がやばかったです。いや、インポスターがの方がもう絶望だった。あ、そうなんだ。絶望だった。負けた。フィーンが鳴らずにあのカフェテリアにカメラがシュッと戻った瞬間のなんか、いやゾクッとする感じが。